皆さんこんばんは。私は福島から駆けつけました菅原と申します。令和新選組二藤部斗真さん、しっかりと国政に送らなければなりません。今の世の中どうでしょうか。本当に生活が苦しい、物価が高い、このままで私たちの家計は火の車です。ここに歯止めをかけなければなりません。本当にこの将来どうなってしまうのか本当に心配であります。だからこそ政治の力が大事です。私たち一人一人が選挙に行き、そして令和新選組二藤部斗真押し上げることが私たちの将来保障することになります。皆さんぜひとも二藤部斗真、令和新選組二藤部斗真をよろしくお願いいたします。本当にこのつながりが大事です。どんどん多くの仲間が駆けつけています。山形だけではありません。本当に東北の皆さんも令和新選組をどうぞよろしくお願いいたします。令和新選組二藤部斗真、二藤部斗真をよろしくお願いいたします。私からは以上です。ありがとうございます。東出の皆さん、おばんです。私は福島から、駆けつけました。いてもたってもいれない令和を応援するために今日来ています。経済政策に関しては伊藤部さんから詳しい話があると思うんですが、私は皆さんに考えてほしいことを話します。福島は原発事故がありました。私はそのせいで11年間福島を離れて米沢で生活をしておりました。福島から離れた人たちは大勢います。仕事を失った人が大勢います。牛や犬や猫、みんな置き去りにされて死んでしまいました。原発事故は終わっていません。全く終わっていません。溶け落ちたデブリっていうのがあるんですけれども、13年経っても1グラムもまだ取り出しておりません。原発事故は終わってません。日本には56、7の原発があります。これがもしまた福島のような事故を起こしたら、この国に住める場所はなくなります。山形は原発がありません。ピンと来ないかもしれませんが、隣の県ではそういうとてつもないとんでもないことを経験しました。皆さん原発のことを考えてください。原発を即時なくせって言ってるのは令和だけです。自民党も他の政党も要するに活用しようとしています。あんな危険なものはありません。原発は即時なくすべきだ、私は思います。福島で実際原発事故を体験した者が言ってることですので、皆さんよくよく考えてください。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。令和新選組の二藤部斗真、二藤部斗真の斗真さんの応援に駆けつけました。私は鶴岡市議会議員の草島真一と申します。私は政党に属さない市民派無所属の議員で20年活動してきた市議会議員です。私の原点は災害ボランティアであり、そしてダム問題があって、その市民活動からこの議会に出て、そして活動しています。今回の令和新選組からのこの二藤部斗真さんの挑戦、何としても応援しなきゃいけないと思って駆けつけました。皆さん今の政治どうですか。
今の政治裏金事件ありました。思い出してください。いくら使ってたんでしたっけ。この大石田町の50億とかっていうお金が裏金になっていて、なおかつ裏金なので脱税でしたよね。皆さんインボイスになって税金のね、徴収がさらに厳しくなっているこのご時世に、裏金は脱税ですよ。犯罪じゃないですか、こんなの。こういうことがまかり通ってる。こんな自民党政治のままで本当にいいんでしょうか。今回の選挙、いつもまあ選挙なんて関係ねえやって思ってる方々も、ぜひ今回は一票投じていただきたいんです。皆さんの権利を行使していただきたいんです。いつもの選挙、半分以上の方が選挙行ってなくて、だからお金でつるんじゃってる自民党がいつも勝っちゃうんです。だからずっと同じ政治のままなんです。いや、こういうもんだ、ああいうもんだ、これが政治っちゅうもんだって、裏金でしょ。何なんでしょうか今の政治。今この政治の実態は実はひどいもんです。30年不況が続いています。不況が続いちゃう政治って、不況が続いちゃう社会って、何が悪いって、政治が悪いんですよ。アベノミクスだなんだかんだ言ってやったふりしかしてませんでした。世界はもう新しい経済にシフトしてるんですよ。例えばエネルギー一つのこととっても、あのドイツはもう、今日は福島からいらっしゃる方いらっしゃいましたけど、あの福島原発の大爆発でメルケル政権が2022年の末にはもう原発ゼロにしましょうつって法律を作って、当時17基あった原発をゼロにしました。これは去年の4月15日に達成したんです。今ドイツは原発の電気は一切使ってません。再エネが 50% 以上超えてます。で、今皆さんアップルの iPhone とかお持ちの方いらっしゃると思いますけど、アップルの iPhone、 アップル社はもう再エネの電気しか買わないよ、再エネの電気 100% しか使わないよって宣言しています。大手企業がそういうことになってます。だから原発の汚い電気なんていらないような世界になっている。だけど日本社会どうですか。原発もう一回再稼働しようとなんていうね、そういうことになっている。とんでもない話なんですよ。今社会はどんどん経済シフトしてって、皆さん原発をやめたドイツどうしたかっていうと、原発で働いていた方々に教育を受けていただいて、グリーン雇用、まさに再エネ風車とか太陽パネルとか作るその雇用に変えました。その変えるためにいくら使ったかっていうと200兆円使ってるんです。この間に十何年かに200兆円も使ってるんです。そうやって社会の経済にシフトをもたらしている。これが今 EU 諸国で行っているクリーンニューディール、まさに新しい経済を作るということです。再エネ 100%、 まさに持続可能な社会を作るために投資をちゃんとやって新しい経済を生み出して、本当にその持続可能な経済を作り出している。日本の社会どうですか。今だけ、金だけ、自分だけ、自分たちだけを向いた政治がこの間行われてきました。諸外国の情報なんかも皆さんに知らされないまま、私たちはあ、こういうもんなのかなって言って不況の中で会えてきた。全てこの政治なんですよ。自民党の政治が情報も皆さんに与えず、こういうもんだって自分たちの懐だけ肥やしてきた。未だに原発産業、あと大手電力会社、まあ、大手自動車産業、そういう超大手の側を向いた政治を行って自分たちの懐を肥やして裏金なんちゃらかんちゃらって、判断基準がお金なんですよ。今の政治、今だけ金だけ自分だけの政治なんです。こんなことやってる先進国はありません。今回の選挙はその政治に終止符を打つ、そういう選挙です。終止符はこの令和がやります。今までの発想の政治とは全く違う新
新しい皆さんに直結した声をきちんと届けながら新しい政治を実現する。そして皆さん、経済のことをお伝えしましたけど、今日本の社会の大きな問題は自死する方々が2万5000人もいらっしゃるということです。自死する社会を作り出しちゃってる政治なんですよ。希望ないから、お子さんも生まれないし、もうなんかもうとんでもないこの不況の中で、あえであえでもう自死するしかない、希望がない、絶望しかない、それで自死しちゃってると。それも若い方々が自死しちゃってる。政治が希望どころか絶望しか作り出していないからそういうことになる。皆さん、このままでいいですか？このままで本当にいいですか？日本という国がこのまま没落していいですか？お金かけるところは43兆円とか言ってミサイル買ってなんてことになってる。その前にやんなきゃいけないこと、お金かけなきゃいけないことたくさんあるんですよ。例えば山形の農業についても、今の倍の予算にしなかったら次継ぐ人がいません。小原沢のスイカだって次継ぐ人がいっぱいいますか？ここの農業だって次継ぐ人がどれだけいますか？新規就農者何人いますか？いないんですよ。全然支援しながらいないんです。しないからいないんです。農業には倍の予算をかける、今2兆円なんですけど4兆円をかける、これが令和の政策です。で、消費税はゼロ、これ消費税ゼロって令和が言い始めました。実は欧米諸国では当たり前なんです。コロナで不況になって消費税下げたり消費税廃止するっていうのは当たり前なんです。当たり前のことを言ってるだけなんです。実はもう突拍子もないこと言ってんなーで、そんなこと言ってる人たちは今の変な常識に縛られてる人たちです。ブレイクスルーはこの令和が作ります。山本太郎の発言、私も感動したのは能登半島地震のあの現場に10回以上行って、あの現場の本当大変な声をそのまんま国会で追及してきた。こんなことは山本太郎議員しかできない技です。私も本当感動しました。私も災害ボランティア出身なんで、ここまで伝えられる人がいるのか、もう本当に私もこれ惚れています。この令和の今回の選挙、ぜひ皆さん、令和、そしてこの二等部東馬をこの山形から国会に送り出して、この国会を変えようじゃありませんか。絶望社会を作り出しているこの政治を希望を作る政治に変えようじゃありませんか。皆さんいかがですか。それには皆さんの一票一票が必要です。もうお一人でも無駄にしないでいただきたいんです。ここを通り過ぎていらっしゃる皆さんの息子さんやお孫さん、もしかすると投票権を持ってるかもしれない、その一人一人の一票一票で変えることができます。皆さんには可能性があるんです。可能性を作り出すのは皆さんなんです。ぜひ今回の27日の投票日、もう期日前投票はもうとっくに始まっていて、今日も午後8時まで行われています。ぜひ投票行ってください。そして令和とともに、そして二等部東馬さんとともに、この社会を、この政治を変えてください。皆さんのチャンスであり、皆さんの権利であり、皆さんがやれる可能性なんです。ぜひ皆さんの可能性に火をつけてください。皆さんの周辺にいる人たちの可能性にも火をつけてください。そして令和に一票入れて火をつけてください。二等部東馬を国会に送ってください。どうかどうかよろしくお願い申し上げます。ということで、鶴岡市から駆けつけました北島新司です。どうぞ皆さんよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。それではすいません、大変お待たせいたしました。二等部東馬、今回の令和新選組から山形から初挑戦、このピンク色、そして山本太郎が、山本太郎が率いるこの令和新選組の候補者、二等部東馬がこれより皆様に演説をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ただいま大変力強い応援の演説をいただきました。
令和新選組の二藤兵衛東馬、二藤兵衛東馬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。裏金猫馬は許しません。令和新選組でございます。私二藤兵衛東馬、二藤兵衛東馬は大石田町で町議会議員として約5年、子育て支援、若者の移住定住の支援、雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、焼き付くところは財政の問題でございました。予算がない、予算がつかない、地方自治体は財政難、自民党は裏金祭り、これが失われた30年の正体ではないのでしょうか。一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す時です。どうだ、失われた30年を取り戻す戦いです。地方自治体では今壊滅的な少子化、人口減少が起きています。大石田町はピーク時人口1万人以上おりましたが、現在約6000人、将来推計約3000人、山形県は現在約101万人ですけれども、将来推計は71万人となっております。三大都市圏に人口が移っていく背景は何でしょうか。安定した雇用と賃金です。地方移住を妨げている一番の要因は何でしょうか。給与水準です。移住先には求める給与にない、これが要因の1位です。地方に住む方々の生活の不安定さが根底にあります。失われた30年を取り戻す経済政策、消費税は廃止、法人税減税の穴埋め財源としての消費税をまず廃止にする、あなたが使えるお金をまず増やすこと、社会保険料の減免、国民健康保険や介護保険料は事実上の税金です。国費の負担を上げることによって皆さんに毎月重くのしかかる税の負担を軽減していきます。そして悪い物価高が収まるまでの現金給付、地方に住む方々の生活を支えます。さらには最低賃金の全国一律化1500円の導入、中小企業には社会保険料の事業主負担分の減免などで賃上げ分を事実上補填していきます。最低賃金の全国一律化1500円、今の最低賃金ではまともに暮らしていくことはできません。山形県の最低賃金は先月まで900円、その前854円、さらにその前822円でした。夫婦共働きで、夫婦共働きでさらにもう一つ仕事をして子育てをしている、新卒で就職できたけれども給料が低すぎてもう一つ仕事を始めた、そんな声をたくさん聞いてきました。そしてこの地方衰退を牽引してきたのは、私も元地方議員ですけれども、地方政治にも原因があります。何でも国の言う通りにしてきました。巨大政党に従っていれば自分は反対、自分だけはバッジをつけていられる、そんな政治家がどこの自治体にも5割から6割、多いところでは7割から8割いらっしゃるようです。この選挙期間中も無所属で当選しておきながら自民党の事務所にこそこそ出入りする地方議員をちゃんとよく見ておいてください。今やるべきことは地方に住む方々の声を聞いて、生活に困っている方々、地方での生活で苦しんでいる方々の声を聞いて政治にしっかりと届けていくことです。
失われた30年を取り戻す経済政策、裏金自民党には不可能です。そして与党なのか野党なのかわからない政党にも無理です。国民を救わない予算、地方を救わない予算に反対すらできない国民民主党、あれは何でしょうか。国民民主党は野党ではない。本気で戦う野党は令和新選組だけです。東北にこそ積極財政、令和新選組が先頭に立って訴えていきます。失われた30年を取り戻す戦い、失われた30年を取り戻す経済政策、二刀流トマと山本太郎が先頭に立って訴えていきます。投票用紙を1枚目には二刀流トマとお書きください。投票用紙今回2枚あります。投票用紙を2枚目には令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。まだまだ皆さんのお力添えが必要です。最後の最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございます。令和新選組二刀流トーマ、二刀流トーマでございました。ありがとうございました。